ケンスケ、お誕生日おめでとう。はい、ということで、古畑ケイスケさんの、ケイスケ古畑バースデーライブ2024、ツーツーとツーツーとツーに行ってきたんで、まあ、その感情を残そうという動画になります。これ来てる、これケイスケから買えって言われたから買ったんだからね、俺はちゃんと。行ったよ。行ったっつうか、これを着て行った。もっと言うんだったら男、俺しかいなかったから、ね。あと全員女。女性陣に男、俺一人。しかも、この前ね、前っていうか、何回か、なんだったかな、原神の、なんか、くら寿司かなんかのコラボ行ってる時とか、これ来てたりするし。これ、クソ目立つ。男一人で同じ服着てたから、クソ目立ってた。いや、ただでさ、男でさ、一人でさ、目立つのにさ、同じの着てっからさ、ひゃーってなったね。まあ、バスデーライブですよ。行ってきたよ。やっぱね、こう好きな男の誕生日をね、お祝いできるっていうのは非常にいいね。とても良かった。だから前のバースデーイベントはあれだったの？それぶりなの？なんかコロナ前か、3年ぐらい前じゃないか、多分行ったの。それ以来ぶりだからさ。それ以来ぶり？うん？それぶりだから、超久しぶりだった。いやー、やっぱ行ってよかった。今回は、昼の部と夜の部っていう風に、分かれてて。で、あれなんだよね。俺が、まず、そもそも、のところで舞台とかに行ったことがないから、朗読劇か、舞台も行ったことないし朗読劇も行ったことないしっていう感じで、なんか今回はだからそれにね、こう近しいあれをやるってなってたから、やべ、俺何もわからんがーっつって、大丈夫やかって思ったけど、大丈夫だった。すげえ面白かった。まあ、内容的には多分あんまり言わない方がいいんだろうな。なんかその、朗読劇はなんかこう、朗読劇？なんかの、なんかこう、続きみたいな、続きっていうかなんか、なんかのやつのあれだったから、伏せとこうか。そう、だからあの、ゲストでね、笠原さん。笠原織人さんがね、いらっしゃってて、めちゃくちゃかっこよかった。びっくりした。ほやーってあった。で、ダンサーのサキさんもいらっしゃってて、あの曲の振り付けをこう、いろいろやってくれてたりだとか、あとなんかサイド M の方でもお世話になってるみたいだから、間接的に俺はこの人を知っていたって思って、びっくりしちゃった。で、あとギターとキーボードで、つぐじろうさんと、AK さんでいいのかな。行ってよかったー。マジで近いね。近かった。ステージがあって、客席、ポン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 ってあるんだけど、自由席だったんだ。自由席だから別に前の方は座れたんだけど、こんなんが前の方に行ったらバカ目立つし、ダメだろうって思って、もう2回とも後ろの端っこの方に座った。ポツンって座った。まあでも見てた。だから、なんて言えばいいんだ、あれ舞台でいいのかな？舞台があって、まあ歌があって、朗読劇があって、でまた歌があってみたいな。あ、なんか初めて見たからさ、どうすればいいんだろうみたいな。
のがあったけど、いやなんか舞台行ったら面白いんだろうなと思った。すげえよかった。何のあれなのかがわからんかったけど、俺分かった曲がね2曲ぐらいしかなかったな。最初、一番最初に歌った曲、一番最初に歌った曲は知ってる。で、まあその曲に合わせた内容の劇っていうか、そういうのをやってたりとか、で、あとはなんか豪華なカラオケだと思って楽しんでねみたいな感じで、あと一個はその前行ったバースデーライブでも聞いたことがあったから、これは分かった。この2曲は分かったけど、あとは分かんなかったから、多分まあ舞台の方の曲なんかな、舞台とかなんとかだかの。すげーよ、初めて見たね。だってああいう風になんかこうね、ちゃんと伝わってほしいんだけど、こう顔面が変わんの、表現がすごいのみたいなとか、みたいな表現がすごいのはーやーって思って、いや、やっぱなるべくしてなったんだよな、ほんとやっぱ好きだなーと思ったね。あいつはいい男だね、すげーいい男だ、とても良かったよ。そうで、どこまでを言っていいんだろうか。まあ一応多分今回はなかなか言わないようにしようと思ってるんだけど、前回がめちゃくちゃ言い過ぎたからちょっとね、さすがにやべえかなと思ったから。あ、じゃあ接近の話しようか。内容としてはその昼の分も夜の分も一緒だった。そういうなんか舞台やって歌あって朗読劇があって歌があってみたいな感じで、めちゃくちゃ良かったね。で、昼の部は今回あれだったんだよね、チェキがなかったんだよ。チェキなかったからデジショーで、まあスマホでしか撮ってなかったの。なんだけど俺は思ったのは、あの漏れるアプリを使ってくださいって言うんだったら、その漏れるアプリの設定まで言えよと思ってる。前な、あーなんだったかな、インスタじゃねえや、 TikTok ライブかな、確かね、ビューティーカムを使えって言われた気がするから、ビューティーカムで行ったの。ビューティーカムをインストールするまではよかったんだけど、アプリ入れてからそこからどういう設定かが分かんないから、お前今度からちゃんと言えよ。あ、文句になってしまった。いや、ビューティーカムって言ってたはずなんだよな、だからそこまでは入れた。撮ったやつは多分ナチュラルっていうやつで撮ったんじゃないかな。で、昼の部は俺がケツから2番目じゃない、俺の後にいたからだったような気がするもんな。で、まあパーテーションがあって撮ってて、で次の方どうぞって案内されて、こう言ったら前の人をこうやって見送ってて、ああいい男だと思って、パッて振り返ってて一声目が、あ、ちゃんと買ってるって言われて、お前が買えって言ったんだろ、お前これ3万もしたんだからなって言ったら、あのね、スタッフの人がいたの。スタッフの人に、もう本当面白いんだよ、だってこれ古畑が着てるやつと同じの買ってくれたんだみたいな言って、高かった、3万もしたって言ったら、こうされた、猫ミームの猫みたいにバシバシ叩かれた。ああって思って、で本当はね、ちゃんとこうもっとお誕生日おめでとうとかを言いたかったんだけど、なんかケイスケがこうしてって言ってきて、はあっつって、こうやったらケイスケはこうしてきた、
だからこれが出来上がった。向こうからの指定だった。俺の中では一応ちゃんと考えたポーズあったから、あ、それで行こうかなって思ってたけど、腰でって言われて、写真撮って速攻で終わった。そんくらいだったから。いやでも、いやまあちゃんと本当にお誕生日おめでとうございますって言って、で、俺がこう出るときにちゃんとこっち見てるんだよね。やっぱ最後までね、最後まできちんとこう見てたから、いい人だなぁって思いながら、顔この距離よ、びっくりするから、この距離にケイスケの顔来て、ありがとう、ささやいてた、この距離で、ちっけえよって思って、呼んなよそんなにって思って、まあ、で、あとあれもあったんじゃねえの、余計に男一人っていうのもあったからさ、まあやっぱどうしてもこの同性同士だと話しやすいは多少あるじゃない。俺もそうなんだけどさ。でもこの距離はさすがにクソビビるぜ。顔ここ。え？って思って。え？ってなった。で、まあそれで昼の部は終わり。で、そっから時間空いて、で、夜の部で。で、夜の部もこう似たような感じのやつがあって。で、その、今まであれだったの？俺がなんかわかんないんだけど、あの俺のことをアンチだと思ってた人がいたの。最初ね、あの超初期の頃の私を、あれこいつアンチなんじゃねって思ってた人が、あ、まあ、サモンさんって言ってきた。はいって言って、あ、どうもって言って、俺はわかんないからだけど、名前聞いたら一発で分かって、おう。あの、ほんとサイコさんみたいな人なの。俺からしたらね、俺からしたらすげえサイコさんみたいな人なんだよ。なんか、いつでもいないかみたいな人で。その人は今回喋りかけてくれて。で、その人は昼の部は俺の後ろの方だったの。席が一個後ろの一個横、斜め後ろの席に座っててっていう感じで、で夜の部は俺隣だったな。俺一番後ろの端っこだったからさ。で、あの開演前に、いや、なんか舞台とか行ったことありますかとか、あのカフェ&バーのイベントがあって言われて、俺全部行ったことないから、バースデーイベントと、あの、サイド M の現場でしか俺は、ケイスケを知らないから。直接的なところで言うと、2回目。だから、もうだから全然わかんないから、すいません、あの、舞台ってどういう感じなんですかねって聞いて、あ、舞台はこうこうこうで、こんな感じで、みたいな。そういうのがあったり、あの、別のイベント、カフェ&バーのイベントは、こんな感じで、こうこうこういう風ですよ、教えてもらったから、できれば次は行きたいなっては思うね。そういう会話もしながら、歴史的瞬間だったね。あ、すごい、俺ちゃんとお話できてるかなって思いながら、終わったら、あのフォローしてもいいですかって言われて、あ、ごめんなさい、僕あんな普段ああいうことしかつぶやいてないんですけど、よかったらっつって、ありがとうございますって言って、よかったし。で、夜の部か。夜の部の、まあ、やることは大体一緒。最後にあの、ケーキと、サキさんからケーキでいいのかな。で、笠原織人さんから、あの、プレゼントをね、直接お渡しするっていうのがあって。本人が今ツイッターに上げてっから。あら、すげえいいなぁって思いながら、超良かった。で、夜の部は、
ちょっと早めに並んで。で、前の人が結構長く撮ってるからお待ちくださいねって言われたけど。まあでもそんなもんじゃないのって思いながら。で、待ってて、どうぞって。案内されて、入って、次はちゃんとお誕生日おめでとうっては言えて。で、そしたら、ほんとこの前、130式っていう、お洋服のところ。彼岸花の、あの、ロンティーのシャツを着てんの。で、それをこう投稿してんだけど、130式ってだけ言われて、え、何わかんないって言ったら、130式っていう、もう一回繰り返されて。で、そこで、あの服だろ。そう、買えよって言われて。いや、あの、9900円。値段ちゃんと調べてるって言われた。この距離で。なんかずっと近い。ここに顔がある。130式って言われて。130式って言われて。一応調べはしたんだ。でもね、あの、バイベに間に合うんだったら買ったんだけど、間に合わなさそうだったから買わなかった。ね、次はこれを買えばいいのか。わかんないけど。実際にちゃんと買ってっか。で、スタッフさんに渡して、まあまたバストアップで、お願いしますって言って、もう次はなんかもう、ケイスケが中を言ってくる前に、もうこっちからやろうと思って。あの、割とその舞台の上で、なんかあの、この拳をね、こう、合わせる、みたいなのがあったから、あ、これでいいやーと思って、こうやって。で、そしたら、ケイスケの方も、こうやって、行くんだけど、そこで、あ、まあ、男だからいっか、つって思いっきりバンってやってきた。男だからとか言うのじゃなくないかって。だから、こう、これでね、写真撮って、で、それから、やばい。記憶飛んだかもしれん。まあでもちゃんと撮れたんだ。で、撮れて、ああ、あれか。タイマーが鳴ったんだわ。で、タイマーが鳴ったから、じゃあ俺が出るわってなって、そう。で、ケイスケがたまに、その、野郎ラーメンに行ってるから、じゃあ俺今から野郎ラーメン行ってくる。お腹空いたから野郎ラーメン先行っとくねって言って。うわ、いいなーって言って。うわ、いいなーって言われ。悪いねって言って。でも、やっぱりそういうのを言いながらでも、あの、ちゃんと最後までこっちを見てて。で、ここで、どうせあれだろ、お前また、ケイスケがどうのこうのって YouTube で言うんだろ。ケイスケが良かったとか、好きな男がいい男だったみたいな。そういうの言うんだろう。もうそれ言われた瞬間に、あ、こいつ俺の YouTube 見とるって思って。やってしまった。でももうタイマーは鳴ってんだよ。タイマーは鳴ってんだけど、あの、ちゃんと確認をしようと思って、YouTube で話していいのつって。バイベがどうのこうのって、話いいのつって。いいよ。言ってもらえたから今こうやって一応残しはしてんだけど、だから前回のバーイベのやつを見てんだよね。前回のバーイベの動画もうあれ前のアカウントだからもう残ってないんだけど、多分それがっつり見てたんだよね。バースデーイベントがどうのこうのってまた言うんだろうみたいな感じだったから、ワンチャンチャンネル登録してないか、ケイスケ。どうだ？業界内でちょっと流行らせてくんないか。面白いやつがいるんだっつって、俺の YouTube を舞台俳優さんやら、声優さんやらで共有してもらえないか。ダメか。芸能人に媚びるなと。すいません。チャンネル登録してくれ、ケイスケ。めっちゃ良かった。いや、でも、そう、その最後に、
いいよって言ってくれて、遠いところからありがとうね。ケイスケ多分まだ俺が熊本に住んでると思ってる。ケイスケ、俺もう関東にいるんだ。関東にいるよ俺。まあでもやっぱイメージが熊本だから、遠いところからありがとうって言ってるっていうことは、その熊本の印象があるっていうことだし、俺が熊本のっていうのを覚えてるっていうあれだから、まあ、やっぱすげえなぁと思って、こっち覚えているって思って、まあ、でもめちゃくちゃいいお誕生日のライブだったのではないのかなぁと思いますね。超良かったって。だから次はね、その子さんの人にね教えてもらった、あのまあ他の舞台とかカフェバーのイベント、そっちも行けたらなっていうのはあるから、どうやらなんかね男がやっぱり少ないからクソ目立つ感じはすんだよな、話聞いた限り。まあできるだけ行きたいんだけどね、一回カフェバーのイベントは行けそうだったんだけど行けなかったから、眠くてごめんケイスケ、眠い、行けなかったから、まあ行くわ次は。まあよかった、写真も載せていいらしいから後で載せよう。あ、楽しかった、お誕生日おめでとうございました。これからも好きです。ただリプライするのはやめよう、リプライをするのはやめよう、俺に直接返信をするのだけはやめてくれ。なんか俺が怖いんだ、なんかいろんな人からいろんなこと言われそうで怖いから、ちょっとそれだけは勘弁してくれ。まあでもなんか内容的にはなんか変えとかそういうのだから別にいいのかな、わかんないけど、いいや、楽しかったわ、ありがとう。じゃあまた次見るのはサイド M のライブかな、舞台かな、どっちかわからんけど、まあ舞台かカフェバーのイベントは行ければなって思うし、まあそういうのがなかったらサイド M のライブだろうし、またこれからもバースデーイベントあるんだったら行こうかなとは思う。俺3年前ぐらいにいた俺以外の男2人どこに行った、帰ってきてくれ、すげえ寂しいんだ男俺一人だから、頼む、終わろう、終わり。じゃあケイスケお誕生日、あ、違う違う、古畑ケイスケさんお誕生日おめでとうございました。はい、ということで、ケスケ古畑バースデーライブ2024222222に行ってきた感想の動画でした。ありがとうございました。じゃあ。